ややこしいですけど、私はアリマンですから、あの、ちょっと。ユThank you.
今日も今日は雪景色おいらの手は何よりも冷たいのさ。そしておいら化けの殻も剥がされてとても寒いんだよ。Thank you.
悲しいことがあったな。犬丸さんでした。拍手。Thank you.
も僕らこうして起こってしまうもんだから、だからいつも一緒にいるのさ。だからいつも一緒にいるのさ。それでは今日のメンバーを紹介したいと思います。カホン、それからジャンベやっていただいてます。カツさんです。もうカツさんとはもう随分いろいろ本当に手伝っていただいて、よく一緒にリズムを支えていただいて助かっています。それから今日ベースはもうアップライトオンリーで、ベースです。金子さんです。金子さんともこの間ですね、1日に4曲レコーディングするという過酷なレコーディングに一緒にお付き合いいただきまして、しかも一発撮りで4曲やるというボーカルもギターもベースもドラムも全部撮ってしまうという、大変でしたけど結構疲れましたね、はい、また完成は楽しみにしてください。ちょっとチューニングの方に入れます。今日はトミーさんの作ってくれたトミーくじは僕小吉でした。でも辰吉神社では大吉でしたから今年はいいんじゃないかなと思っています。風が頬を切ることがあるだろう。
14.5 センチの靴を履いて目が霞むことがあるだろう。だけどお前はお前だよ。ちっちゃな今と同じさ。ゆっくり季節を拾えばいいんだよ。つまずいて涙が出てきてしまうことや悔しくて溺れてしまうことがあっても、お前のハートを作ろうぜ。あげるよ散歩に行こう。今日は可愛いどんぐりを拾いに最後の曲にしたいと思います。今来たばっかりさっきもつまたライブの方もちょくちょくやってますので、またよろしくお願いします。レコーディングを進めようと思ってますので、また皆さん参加してください。今でも結構いろんな人に手伝っていただいても、勝さんとも去年の夏ですね、冷房の一切ないところで、一発撮りを俺なんかね、俺こっちあるよ。あ、本当ですか。CD が何でかあるか。ありがとうございます。4×3 ですか。2005年に作ったアルバムでして、ありがとうございます。もう2005年でも今2014年ですから、2013年から頑張って作って発売予定を2015年にはなんと完成させたい。10年の間には出したいなと思ってるんですけど。Thank you.
これギター外音大丈夫ですか？4番の方ですね。
胸にはあの時の君が今でも確かに笑ってるから、君はまだ終わりなんかじゃないよ。さあ僕と一緒に夢路をたどろうよ。僕は君の背後を踏み、命の風を、命の君の剣を叩き、命の歌を、命の歌を君と、命の歌を君と。